メンタリー班として、何ヶ月に1回はドキュメンタリーを作り、そして今映画で公開してます。うんうんうん、で、そこはもう明確に、維新のやり方を批判しています、うんうん、中で心ある人が戦ってくれてるのはすごい嬉しいですけど、でもやっぱり普段流れるニュースがね、あれだけ維新がいいっていう論調だと、やっぱり普通の人はね、いいものだと思ってしまうというところが、今のもう関西の本当に大変なところですね。ごくごく普通に言ってですよ、うんうんうん、関西の、行政において、うんうんうん、都道府県別の比較においても、うんうん、維新がやって、維新が施政している今コロナ対策っていうのは全国のワーストです。本当そうですね。そのワーストであることにもかかわらず、しかも公務の合間にテレビ出演を繰り返している人をよくやっているって言っている、吉村さんよくやっているってとんでもないですよ、うんうんうん。とんでもなくよくやっていないんです。うん、公務で、ましてや、そういうコロナ対策の先頭に立ち、現場に行き、そこで指揮するべき人が、うんうん、まあ、その、吉村さん、比較的、まあ、言ってるとしましょう。うんうん、でも、結果は最悪です。うんうん、で、政治は結果責任っていうのが、彼らの、まあ、スローガンです。結果責任最悪なんでやめてくださいっていうのは普通です。で、まあ、松井一郎市長に至っては、もう盗聴しないっていうね、あまりにもあの態度、そしてあのコロナの一番ひどい時に、家に引きこもり、まるで、陣頭指揮を行わない態度、記者に対する態度、すべてが公人失格だと僕は思うんです。結局あの磯人のこともね、全く追及がされないまま終わりましたよね。で、他の大阪ワクチンとか、もちろん雨がっぱも含めて、で、とても普通だったらあれを追及されて、失脚するぐらいのことだと思うんですけれども、やっぱり追及されないというところが、本当に今の政治の問題だなと。その辺の3つのことなんていうのは、うんうん、積極的に、姿勢、政治を使って、新しい対策を打ったっていうふうに、そうなんですよ。打ったところで、結果が悪かったっていうふうに、まだかばえるんですが、うんうん、1億円の随意契約を、その登録ですね、オミクロン株にかかった人の登録する機会であるとか、人的なものを、作るために1億円の随意契約をやったんですが、それに関して言えば、契約書一切ないっていう、もう、どこの世界に行ったって完全にアウトになって、しかも、市長自らが、いや、あれはちょっと先送りになんとかって、部署のものがなんかやっちゃってみたいな。何人でここを追求しないんだどころか、全世界で絶対にアウトになるものをアウトとしてないんですよね。